質問。教員は、言動一致が大切だとこの間聞きましたが、具体的にどのような取り組みをすれば良いと思い、いいと思いますかということね。あのね、言動一致というのは、まあ、真空の一致で僕はよく言いますけれどもね、言ったことを自分は必ずできているということが大切だということですね。特に教員ですから、物事を教える人が、言うこととやってることが違ったら、これはもう本当に、全然ね、先生がね、言ってることとやってることが違ったらね、まあ、例えば、まあ、簡単に言えば、ね、なんだ、朝、遅刻してくるなよって言って先生が遅刻してきたら、それを先生は当然聞かれる。これ誰でもわかる。ますよね。言ってることとやってることが全然しない。でね、どういうことでやったらいいかということなんですけども、すべてのことをやればいいわけです。で、お話しするでしょ、子供たちにね。ね、例えば、道徳の時間に困ってる人がいたら、積極的に、その聞いてね、お話を聞いて道順を教えてあげましょうっていうんだったら、それを実際にやってください。実際にやるっていうことですよね。で、これとても大切だよね。あとは逆もあるんですよ。逆、例えばそうだね、寝る前にスマホを見るとね、すごく、ブルーライトで眠れなくなるよなんて例えば言ったりしましょう。その場合に見ないか、自分も本当に見ないか、または逆に自分は見る、その時はなんだけど、総長は実際問題見ちゃいますねみたいな感じでね。そうすると言動一致でしょ。わかる。悪いことでさえも言動一致させるということです。それを言えるかどうか、そこに教師というその自分の持っているそのものを、さらけ出せるか。教師だからそんなことしたらダメだっていうようなのは実はそうじゃないんですね。教師だからこそ自分ができることできないことをはっきりと子供の前に言ってあげるということが大切なんですよ。だから例えばこの前もちょっとお話しあったように、このネット教室で物を食べていけないんですかって、普通は勉強しながら物を食べながらやったらいけないと思うかもしれない。でもね、実際問題、食べなきゃ、時間的にね、夕食の時間と重なっちゃったり、そういうことってあるわけであって、いや、どんどん食って、食いながらでもいいから、やってって言って、ね。で、実際に僕も食ってました。朝、この後、いつもそうですよね。朝、朝食、ネット教室で食ってるんですよ。だから、限度一致してますよね。はい。だからね、ポイントとしてはやはりいいことだけではなく、悪いことであろうとも一般的にね、それをちゃんときちんとさらけ出して教師が子どもの前でできるかどうか。で、例えば自分ができないことを言うっていうのが一番の問題点であるということだよね。そうだな、何がいいかな。そうだな、なんか道徳的なことってない？まあ、例えば人のためにこう、なんていうの、役立つことがなんだかんだいいんですよって、あなた人のために役立つことなんか、してますかって言われた時に、先生が何かこう、パッと答えられないようだったら、これは言動一致してないってことなんで、だったらそんなこと言わないってことです。はい、初めから。道徳の話でさえもしないってことです。で、それが言動一致。真空の一致という、大切なこと。で、これをやらないと、これができないと、子供たちは見向きもしません。まあ、向いたら、まあ、せいぜい、顔が今日はなんか変な顔してるとかね、鼻毛が出てるとかね、ね、こうなんか顔になんかついてるとかね、ネクタイが短いとか変な柄だとか、そんな話、ものしか見てもらえませんよ。はい。大体言ってることはお分かりでしょうかね。具体的にどう取り組めばっていうことは、簡単に言えば、いいことも悪いことも自分の言ったこと、やってること、100% じゃないですよ。100% はなかなか難しいですけども、言ってること、やってることが一致するような教師になったら、これはもう大信頼を受ける。まあ、偉そうなことを言う人は、偉そうな人じゃなきゃダメなわけですよ。わかるかな？だから偉そうじゃなかった場合は、偉そうなことは言うなってことですよ。それだけのことなんですよ。たったそれだけのこと。それが守れるかどうかっていうのは非常に
大きなポイントになるんじゃないかと思います。でもしかしたらその言ってることやってることがだってね、教師にとってみてそれがあまりにもちょっとそれはちょっと言えないなんて言ったらあなたは教師に向いてないってことになってしまうわけです。だからそういう意味なんですね。はい、よくその辺をちょっとね間違えないようにプラスもマイナスも同じに限度1ってことですね。